僕そもそも竹花さんって竹花さんを知ったのは、まあ、竹花さんの動画で僕のことをすごいなんかた叩いてたんですよね。で、まあ、僕も大変な時期だったし、まあ、悔しいなと思ってたんですけど、まあ、ある時田畑さんって方が竹花さんの過去の経歴が嘘だったってことで、まあ、取り上げてそれで僕もし、ね、僕もねあの調査チームみたいなの持ってるんで調査チームみたいな、ね、こうスタッフと。 一緒にね、調べていくと、もう竹山さん、出るわ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 、嘘のオンパレードだったんですよ。去年の年末に 出したんですよね動画をそしたらまあ100万再生ぐらいいったのかなもう結構伸びて、まあ、竹花さんは結果嘘でしたっていうことが、えー、バレちゃったんですよで僕これ自体はまあ仕方ないっていうかまあ、あの本当のことを伝えただけなんで、まあ、悪気はないんですけど、まあ、それからね、えー、ひょんな縁があって竹花さんの隣にいる詐欺さんって方とご一緒することになったんですね、まあ、それというのもね僕の今の YouTube スタッフがもともと竹花さんのところで手伝ってた人なんですよ そういううい縁があっって、て、まあ、一緒にに出るようになってでまですよ。でもあれだけやり合っといて竹花さんとコラボして何話すんだろうなって感じじゃないですかで怖いじゃないですか僕は本当のこと言っただけなんですけど竹花さんも結構いろんなダメージあったと思うんですよねう、まあ、嘘つくのが悪いんですけどね。 で、この間コラボして、まあ、会ってみたら、意外とですね、真摯でですね、潔いんですよね。全部、嘘だった部分はちゃんと認めるし、謝るし、あ、人ってこんな変わるんだなと思って、で、いろいろ話を聞いてると、まあ、やっぱいろんなことがあって、まあ、反省したっていうことと、やっぱ正直に生きる方が生きやすいって。 言っててえじゃあ、なんで嘘つくのって最初から嘘つかなければいいじゃんって言ったらやっぱそこ、自分が、ね、影響力がどんどんついていく過程で、まあ、ちっちゃな嘘をついたのがそんなに大ごとになるとは思わなかったっていうんですよ。 うんまあ、だからそれは良くないけど、まあ、それはなんか分からんでもないなって多分引き返せなくなっちゃったんでしょうね、まあ、でもそれも自分の責任だからもう自業自得じゃんって話なんですけどでも、まあ、それでもちゃんとね謝ってあの男,、まあ、男らしかったんですよねだから僕竹原さんの見る目変わったし、えー、でそういう動画を出したら。 実際リアルな動画出したら、まあ、竹原さんのことを叩いてた人がこう手,手のひら返したじゃないですけどあ意外といいやつななんんだっって、えー、言ったんですよ、うん、でみんな結構今竹原さんの評価ってちょっと上がってきてると思うんですけど僕はそれ立派なことだと思うし竹原さん偉,偉いなって、えーえー、素直に思いました。 その過去の嘘の件は良くないと思いますけどね、まあ、新しくなんか、ね嘘ついたりとかなんかやったら、それはそれでね、あの怒らないといけないんで、あのまあ、そうなったらかばうことできないですけど、まあ、少なくとも一生懸命、誠実にやってる以上は、かばってあげたい、守ってあげたいなって思ってますね。はい、竹原さんを見たら分かる、竹原さんってさ、当時はぶっちゃけ虚像だったんですよ。もうパチモンだったんでですよでも今は しっかりなんかサービスをやってるみたいだし1個だけ竹花さんの事実があるとすれば1億円寄付したんですよね。でこれって俺すごいことだなと思っていてあんな風にさいろいろ確かに嘘をついちゃったけど最後は本物でいたかったんですよじゃないと1億配らないですよ。 あれは本当、1億は配ったのは本当、なんでかっていうと、東村山市から声明を出したから、だからさ、張りぼてから成り上がったんですよね、俺、すごいと思うんだよね。いや、これって別にディスってるかように聞こえたら申し訳ないんだけど、何にもないところからさ、自分のさ、ペテン一つでこう成り上がってさ、でも一億寄付したんだぜ。まあ、ペテンはダメかもしれないけど、なかなかできることじゃないと思って、俺、結構気合入ってなって思ったんですよね。でも、世の中のやつなんて大体かパチモンですよ。僕だってそうですよ。 ね、いきなり青汁王子じゃなかったしねよくわかんねえパチモンの経営者って言われてたしそんなもんですよそう,う竹花さんのことを批判する人はさまあまあ確かに嘘ついたことは批判してもいいと思う悪いことしたからでもやっぱ努力したことは認めてあげてほしいな1億円寄付したことは本当はさだから何にもないパチモンの状態から本物になった時にさいい時にさなんだか汁ってやつがさやっちゃうからさ本当かわいそうかだよな 苦い汁飲んだなだから僕がね一緒に救ってあげないといけないなと思ったんだよねそしたらさ5年10年って付き合えるしさ一緒にコラボできるかなと思って昔はね竹原さんってもう20何十万再生って回ってたんですよでもさ、まあ、誰がやったか分かんないけどさ、まあ、息のね止めちゃったんだよねそっからちょっと回らなくなっちゃったから本当に竹原さんはも,もったいないことしたと思いますよあれ誰がやったんだろうな本当にな 誰がやったんだろうな、本当にな。そういうことやっちゃダメだよ。